ル編集長の花田和義です。今一番聞きたいことを一番聞きたい人に聞く右向け右という番組なんですけど、今夜のゲストはですね、武藤正敏さん、長く外務省にお勤めで、韓国のですね大使もなさった。だから今回の日韓慰安婦合意についてですねお話を伺うには一番なんかふさわしいというかお聞きしたい方なんですけど、今日いろんなことをお伺いしたいと思います。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。武藤さん長く外務省にいらっしゃいましたけど、これはあれですか、外務省の中では例えばその、希望するその外国語っていうのは選べるわけですか？希望は聞いてもらいます。あ、そうなんですか。ただですね、はい、私は韓国語で、いわゆる昔のキャリアと言われる、はい、グループの1期生なんですよ。はい、でそれまでいなかったんですよね。あ、韓国語、だから韓国語っていうカテゴリーがそもそもなかったんですけれども、ただ私が外務省に入った時には、はい、戦前日本の教育を受けた方々がどんどん引退されるような年齢になっておられて、やはり日本もですね、韓国の言葉をそうです、ね、理解できる人がいないといけないということで、はい、誰かやれっていう話になって、で私は韓国がここまで発展するなんてこと その時点では全く分かりませんでしたけれども、でも新しいことやるって面白いですし、ね、隣の国ですしね、はい、でまあやらせていただいたんですけど、それで通算12年間ですか。そうですね、韓国に韓国勤務が12年 で、ね、まあ、東京でも6、7年、8年ぐらい観光関係やっておりますが、合計して外務省人生40年のうちの半分ぐらい、半分ぐらい韓国と関わってくれるですね。はい、まあぜひですからやっぱり今夜お話を伺いたいところなんですけど、はい、日韓のですね、慰安婦合意というのがですね突然なんか成り立ったというか成立したというようなそのことなんですけど、なぜ今慰安婦合意がああいう、まあ、慌ただしい中でですね成立したのかというのはどういうふうにお考えなんでしょう。こういう問題ってやっぱり流れがあると思うんですよね。でそのまとめるタイミングの時にまとめないと、はい、ますます難しくなるっていうこともございますでしょ。でもちろん突然合意ができたわけではなくて、もちろん、ね、はい、それまでの間に下でも随分議論しましたし、日韓首脳会談の時ですね、はいはい、パクネ大統領が年内にまとめたいってことをおっしゃってらっしゃいましたでしょ。でそれを受けて直前に2つ韓国の裁判所で判決がございましてですね、はい、1つは産経新聞の前ソウル支局長の加藤さん の、はい、大統領に対する名誉毀損の問題、それからもう1つは、ね、徴用工が、の問題を、はい、請求権経済協力協定で解決したということは、これは違憲じゃないかという判断の問題、あれはもうある意味ちょっと意外な、まあ、判決でしたよね。まあ意外というかですね、この徴用工の問題については韓国の方でもですね、おかしいじゃないかということをおっしゃってる方が多かったですよね。そうなんですかね。もう解決じゃないかということを言ってらっしゃる方多かったですよね。慰安婦問題が、まあ、ある意味で特殊で、はい、まあ、女性の人権ということでですね、やっぱり今世界的に見ても、女性の人権、戦時下における女性の人権はものすごく問題になってますでしょ。そうですね。でやっぱり女性に対してこういう暴力行為ってことは、世界でもやっぱり大きく取り上げられているし、韓国でもですね、やっぱりこの問題は特別に皆さん関心を持っておられたんで、慰安婦の問題についてこれは違憲だという判決が出た、これは私おかしいと思いますけれども、ただそれ以上にですね、韓国の方々にとってやっぱり徴用工の問題で違憲かどうかって問うということはそもそもおかしいというような認識を持っておられた方が多かったですね。ちょっと武藤さんとすれば別に突然のことでもないし、今度のその合意は、流れから見て当然だと。私は突然でないとは申しません、はい、あのタイミングでいきなり外務大臣の訪韓となったということに少し驚きました。あ、そうですか。驚きました。もちろんそれまでに随分準備は重ねてましたけれども、はい、だからあそこまで急激に行くとは思いませんでした。
でも非常にタイミングを取って、うん、いいタイミングでもってこの問題解決を図ったとは思います、うん、でこの時期を逃してたら来年はもっと難しかったんじゃないかと思います、はい、なぜですか。パク大統領はそもそも年内と言ってましたでしょ、まあ、それがなかなかはい、うまくいかなければですね、じゃあどういうタイミングでもって、ね、この問題やっとやるかっていう、まあ、来年また選挙もありますしね、ありますし、はい、それからその後で、まあ、ここでまとめなきゃいけないっていうそういうインセンティブが盛り上がりませんでしょう、うん、でこういうインセンティブが盛り上がった時っていうのは非常にいいタイミングなんですよね、うん、パク大統領自身も大統領になってからあんまりなんていうかこううまくいってませんよね、いろんなことが、その経済的にも外交的にも日本との関係も、そこでなんかやっぱりそのこう手柄を立てたいというか上げたいと点数を、まあそれもあったでしょうし、うん、やはりパク大統領の訪米っていうことも結構大きかったんじゃないかと思うんですよね。訪米、あ、訪米、はいはい、アメリカに行かれてですね、そしてオバマ大統領が共同記者会見で、はい、まあ、中国が国際法とか国際規範に反するような行動があれば、うん、韓国に一緒になって声を上げてほしいと言われましたでしょう、で韓国はですね、それまでも韓国の中国経営者、はい、これを言われるのものすごく気にしてるんですよ。で特に抗日戦争70周年によってですね、独裁国家と一緒になって、はい、中国の軍事パレードを見て、あの時他の大統領とか元首首脳はみんな立ってですね、ずっと見せたんだけど、パクネ大統領は座ったり、うん、トイレに行ったりと、うん、落ち着かなかったっていう話が出てますよね、うんうん、そうですね、なるべく目立たないようにした、はい、そうですね、そういうこともあって中国経営者ってことは相当、はい、言われてまして、うん、それを心配してたわけですよね、うんうん、でオバマ大統領からも日本との関係ちゃんとやれということを言われたんだろうと思うんですよ、うんうん、ですからなんとかこの問題解決しなきゃいけないという意思を持っておられたし、うん、それ以上にですね、やっぱり韓国の国内世論もですね、はい、日韓関係このままでいいのかねという雰囲気が随分出てきてましたからね、うんうん、それは何ですか、そのやっぱり経済的にそのおかしくなったからという背景ですか。それもありますけど、やっぱり日本との関係、うん、隣国でこれだけ重要な関係がですね、うん、首脳会談全く行われないということについては、うん、韓国でもやっぱりじくじたる思いがあったんでしょうね。あるんですかね、やっぱり あると思いますよ、うん、言わないだけで、うん、あ、なるほどね、なかなかですね、はい、日本との関係進めるべきだという人はですね、いないんですけれども、うん、でも一旦流れが日韓関係進めるべきだって方向になった時、うん、割と自然にみんなそういう方向に流れになってますでしょう、うん、ということはそれだけね、うん、ベースにあるんですよ、うん、うん、慰安婦問題で今度合意がありましたよね、はい、でその後中央日報が世論調査をして、はい、この合意に反対する人が 53.7% でしたっけ、はい、で賛成が 37%、はい、一見反対が多いように思うけれども、そうです、ね、どう思われます。いや多いなと思いましたけど、やっぱ反対の方が多いんだなと思いましたけど、でも意外に少ないという気もしました。だ韓国反対がでですね、はい、日本が好きか嫌いかっていう世論調査した、大体7割ぐらい嫌いというでしょ。そうですよね、今回の場合50何パーセントで38、40%近くが、賛成だ、なんか思いません、うんうんうん、ね、思いました。それはですから、うん、そんなにですね、うん、抵抗はないんだろうと思うんですよ、うん、ただ、うん、慰安婦の団体、はい、それからそれに関連するおばあさんたちはですね、批判してますよね、言論テレビからのお知らせです。言論テレビでは会員の皆様を募集しています。会員になっていただきますと、桜ライブ君の一歩が明日を変えると花田編集長の右向け右の収録動画をご覧いただけます。さらに桜井キャスターの書き下ろしのメールマガジンや週刊誌などに発表するコラムもお読みいただけます。コンテンツをご覧いただくためには正会員登録をしていただき、月々に会費972円、または年会費18,000円をご負担いただきます。昨年から桜井よし子と共に歩む桜会員を設けました。
桜会員になっていただき、年会費一口10万円以上をご負担していただきますと、正会員のサービスに加えて桜井キャスターの新刊本にサインをしてお送りし、イベントを開催した際には無料でご招待いたします。詳しくは言論テレビのホームページをご覧ください。ご負担いただいた会費で事実に基づく情報を発信し、正しいと信ずる論陣を張るインターネット番組を制作いたします。多くの方々のご入会をお待ちしています。ウェル編集長の花田和義です。この番組は、今私が一番聞きたい人に一番聞きたいことを聞くという番組です。キャスターは名編集長として知られる花田和義です。花田編集長の右向け右ウィル場外論戦は毎週金曜日夜10時からです。桜井キャスターの君の一歩が明日を変えるのすぐ後の放送です。天聖人語がね、はい、名文だっていうのはね、はい、もう何十年も前に終わってるんだよ、はい、もうしょうもない文章ばっかりなんですよ、はっきり言ってね、はい、あれが入試に使われたりねだからそういう書き写しなんかをね、やるっていうのは、ね、おかしいですけどね、うん、番組のテーマは今聞きたいことを聞きたい人に聞く。対談のゲストはウィール執筆人のほか、今話題の旬なゲストをお呼びいたします。金曜日の夜は桜井よし子の君の一歩が明日を変える、そして花田編集長の右向け右ダブルコンテンツでどうぞお楽しみください。